レペブリック9戦艦はフランス海軍の全土級戦艦。フランス海軍の故障では艦隊総甲艦に類別される。2隻が建造された。レペブリック9はフランスの艦隊総甲艦史上重要な発展を示した艦である。それ以前の艦に比べ大きなタンブルホーム型戦隊を持ち、艦型が大型化し、公用性は改善された。また、 排水量増加に伴い火力も増強されたが、同時期にイギリス海軍のドレッドノートが収益したことで、本級は旧式化した。しかし、フランス海軍では両艦とも一戦級の戦力として、第一次世界大戦で戦団護衛にて使用した。後継のリベルテ級戦艦は、本級を改良したものであった。本級の武装、装甲配置を示した図。 船体形状は朝鮮主労型船体を採用しており、大西洋での作戦時でのしのげなみ性を良くするために還元を高く取られている。監視水面下には未だ昇格がついている。手法は1893から1896年型30.5センチメートル砲を大円筒型の連装砲塔に収めて一機を配置、司令塔を組み込んだ相打環境。 短脚式の全部ミリタリーマスと、船体中央部の3本煙突は、この頃のフランス海軍の特徴である、艦室分離配置により2番煙突と3番煙突の間が大きく離されており、煙突の周囲は艦載艇置き場となっており、2番煙突付近の片原1機ずつのクレーンにより運用された。左右看板上には 16.4cm 速射砲を。 腕を伏せたような形状の連装砲塔に収め片言3機ずつ、軽6機と単装砲がで、全部主砲塔の側面部に1機と、船体中央部に2機で、軽6機を搭載していた。3番煙突の後部に見張り小規模にした簡素な、短脚式のミズンが立ち、その後ろは、甲板1段分下がって、後ろ向きに2番主砲塔が1機配置された。手法は全球に引き続き、 1893から1896年型3 0 5トル砲である。その性能は重量3 4 9キログラムの手砲弾を行角15度で1 2 0 0 0ルまで届かせられる性能を持っている。この砲を大円筒型の連装砲塔に収めた。砲塔の不行能力は行角15度、深く5度である。旋回角度は 単体守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電気で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分一発であった。本級の複砲は、新設計の1893年型 16.4cm 速射砲を採用した。その性能は、 重量 52kg の砲弾を、行革25度で手法の射程を量化する15,400メートルまで届かせられる性能を持っている。この砲を連想式の副砲塔と単装砲画で、減速ケースメイト配置で装備した。砲塔とケースメイトの不要能力は、行革25度、深く10度である。旋回角度は、砲塔は減速方向を0度として、 左右150度の旋回角度を持ち、ケースメート配置は150度の旋回角度を持っていた。方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電気で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分3発であった。他に、耐水来艇用に、加八1888から1891年型 6.5cm 速射砲、 単素砲画で13機を4.7センチメートル、単素機砲を25機、4.7センボイラーは、当時の最新型高性能機関であるニクローズ式、石炭潜傷管を24機。これに、直立型3段膨張式レシプロ機関を組み合わせて3機、3軸推進とし、出力 19200HP で、速力19.2ノットを発揮した。 航続距離は石炭830トン搭載して、速力10ノットで4200回り、1850トン搭載時に10ノットで8400回りと、当時にして大航続距離を誇った。ありがとうございます。